小英術が開発した根天義、小英術の自動水時計を再現した物系副区内の日時計昭英術は中世理史朝鮮の科学者、井戸計測器である管理、様々な人計、水時計等を制作した。本願はガザ山。小英術の父親は中国からの移民の発生孫であり、高麗王朝の頃は高官の地位にあった。 高来から朝鮮へと王朝が交代すると、朝鮮王朝の大ソリ政権は、高来の王室とこれに仕えていた者たちの迫害を始めた。昭栄実の一家も罪を責められて、先民の身分に落とされ、昭栄実の母親は、キーさんとされる恥ずかしめを受けた。昭は、1423年に、清掃より、なお、いい別座の官職を受命し、土費の身分から面指図された。 1424年に、宮中の交渉から抜擢され、民に派遣された。帰国後、清掃大王が、官職に就かせようとすると、官圧出身のためレチの反対にあった。その後、サラ天の器と呼ばれる水時計を製作し、その功績が認められ、聖後品、ナオイーン、別座に就いた。1434年6月には水を継ぎ足す、警告を自動で出す、水時計。 自撃牢を完成させ、慶福宮南側の放浪閣に置かれた。これは国内の標準時計として採用され、この功績をもって、正四種な森軍に任じられた。最終的に十三種な神守軍にまで栄達したが、1442年、昭英術の監督下で製造された王の腰が破損したため不敬罪に問われ、情景を受けた。ありがとうございます。